早く夜にならないかな。ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔鋼の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。かかってこい。暴力反対。何？くなっ。くなっ。うわ。でも来い。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。まだやる？仕事だからな。仕事は選んだ方がいい。狙う飛びで。どけ。でも来い。これぐらいのやつはゴロゴロいる。一緒にするな。やっていく。捕らえる。相棒の借りは返せそうか。ああ、順調だ。お願い、今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。わかった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。待ってて。やっぱり来る？
花と話して…という、そんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、なんでもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あ。あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも、何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく。
そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。行くのかい？七番街へ行くにはどうすればいい？六番街を抜ければいいのさ。簡単だろ？途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子には、もう、関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。ようやく酔いも覚めてきたし。あ。あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。何でもない。